もうファビオ・アウグストですね。あ、ブラジルから来て、今年2年目なんですけど、はい、冬もブラジルに帰らず、トカチで1年間過ごして。今シーズンはもう一度5月19日、はいはい、幕別で午前10時からですけども、はいはい、この1年間ってのはどんな感じのスケジュールっていうか、どういう、まあ、JFL に上がるのが目標ですけども、はいはい、どういうスケジュールで、どういうリーグを僕らチェックしてくれますか。基本流れです、ね、となるのが北海道リーグっていうのが、北海道リーグ5月19日に開幕する北海道リーグというのが年間14試合ありまして、それに優勝すると地域決勝大会という大会に出場できる出場権を獲得できるわけで、その大会っていうのは、例えば北海道リーグ優勝チーム、九州リーグ優勝チーム、関東リーグ優勝チームという各地域の優勝チームが出場する大会が地域決勝リーグというものがありまして、で、それはまず予選リーグがありまして、で、それを勝ち抜くと地域大会決勝リーグっていう、また、まだある最後の決勝リーグがありまして、はい、で、それの上位2チームに入ると、晴れて JFL に昇格できる。ちなみに、昨シーズンの、まあ、そういう意味で言うと、今の現段階はどういうところにいるんですか。まあ、昨シーズンは同リーグ優勝をさせていただいて、はい、地域決勝大会の予選リーグに出場し、はいはい、結果その予選リーグでリーグ突破できなかったっていうのが、結果ですね、うんうん。その上のトーナメントの決勝大会は何チームぐらいあるんですか。いや、その、4チームだよ、ね。4チームです。4チームです。その予選さえ抜ければ残り4チーム ?4 チームです。で、総当たりで上位2チームに入れば、通過できるんで。はいはいはい、これは。いやでもかなり過酷なんで、3日間で、毎日3試合やるので。え、毎日3試合?毎日1試合ずつ。はいはい。連続、3日間連続で勝ち抜かないといけない。じゃあ選手層も厚くないとダメですね。本当に総力戦になりますね。去年の敗因、まあもちろん実力もありますけど、うん、やっぱりそこの選手層っていうのも、もろに露呈した、というか感じたところですね、うんうんうん。今シーズンはあれですか、戦力としては、いけるんですか?いける。簡単には言えない。でも去年よりは間違いなくベースはアップしてます。簡単には言えないけど。はい。そこに向かってどう僕らが日々練習していくかだし、その3日間に全てをかけれるかだと思いますし、逆にそれをうまくいければ十分に可能性はあるなっていうのは感じてます。行こう JFL 行こう、はい、いや、行きましょう。本当に行きましょう。いや、ね、皆さんにね、まず練習見に来てください。練習もウェブページにスケジュール書いてありますから、はい、書いてやって、そのね、まあ練習でもわかるかな、わかるように選手の皆さんには頑張ってほしいけど、まあ少なくとも今日の練習試合なんか見ても、その、まあ戦ってる相手は練習試合の相手じゃないなっていうところは感じました。はい。うん。だから、こういうところでこんなことやってたらダメなんだっていう、うんうん、これぐらいの時間帯で体はこれぐらい動かなきゃいけないんだとか、はい、まあそういう、まあ、目標を持って日々過ごされてる、しかも仕事しながら練習して、はい、っていうんで、ぜひね、まあ選手の皆さんを見かけたら声をかけてもらえるぐらいが、いや、本当にそれは嬉しいですよね、選手からしたら。本当そうっす。選手のちょっとプロフィールなんかもこうホームページに載ってるんでね、これね、試合に練習見に行ってなくて見ても全然わかんない正直全然わかんない。頑張って、まあそれはまあ、渋谷がね、いやそれはもう
どうやったって分かんない。まあそうですね、うん、どうやったって分かんないんでね。今日もね、僕練習試合見に来ましたけどね、ゴールキーパーの、石川選手、はい、石川がヒットして石川選手、声大きい声めっちゃ大きいです、ね、今の昼間は酪農の仕事をしてるっていうね、ことなんでね。あ、こっちのカメラ、こっちのカメラ、はい、石川選手声が大きい本当にね、あのね、観戦してる皆さんが思ってることを言ってくれます僕の感覚では、そこ空いとるやろみたいなね感じで言ってくれるんで、楽しみにしてほしいなと思いますし、注目のこの選手なんかちょっと見てほしいなとかありますか？注目選手は、うん、今シーズン、いやもうファビオ・アウグストですね。ああ、はい、僕は面白いと思いますね、うん、もう本当に去年もブラジルから来て、はい、今年2年目なんですけど、はい、冬もブラジルに帰らず十勝で1年間過ごしてるんで、うん、この寒さの中もう南国の沖縄の人とかのレベルじゃないですからね、南国感がブラジルから来て十勝、で冬を越すって、感覚的におかしいと思うんですよね、僕からしたら。でもそれでも楽しそうにしてるんで十勝はいいとこだって言ってるんで、やっぱそれって僕十勝の人それ知ったら本当みんな感動すると思うんですよね。あんなもん。で、年もまだ21とかで。結構いじられキャラでしたよね。いや、もう可愛らしいんですよ。そうですよね。はい、うん、ファビ。ファビって呼ばれてます。先生ね、ファビ。ファビオって名前なんですけど、ファビって呼ばれてて。ファビって大体言われてるんですけど。で、もうプレイも荒削りで、もう、良くない日なんて本当全然良くないです。何しに来たんだ。日本に君は何しに来たのっていうぐらいの時もあれば、突然もうアクロバティックなプレイとかして、もう、いやー、ファビってなるぐらいのプレイをかましたりする。まあ面白い選手だと思うんで。ね、選手、昨日練習見ててもそう思いましたね。はい、本当に愛されるマスコットキャラクターぐらいの感じなんで。はい、必要だな、そういういじられ役って必要なんですよね。強烈ですからね、バックグラウンドがブラジル人っていう。そうですよね。すげえなー。いやチェックしてほしいですね。トカチで J リーガーになるためにブラジルからわざわざ来て、うん、チャレンジしてるんで、はい、それをこうトカチの皆さんで、うん、ブラジル人を J リーガーにするんだっていう気持ちになっていただけたらいいなっていう、うんね、そうだな。いや、どっかのチームに引き抜かれたぐらいになってほしいですけどね、はい、それをトカチのみんなが喜ぶみたいな、そうそうそうがいいと思うんですよね、うん、いいですね。ファビこれですよね、かっこいいな。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいですね。イケメンな黒人。趣味ゲームですって。ウィニングイレブンかな。これみんなでウィニングイレブンするイベントもいいですね。あ、いいっすね。ね。e スポーツとして。あ、e スポーツですね。いや僕が見ていても結構ムラがある感じがしますね。一人でね、あーってこうね、いいリアクションしてくれるのがいいですね。あ、そう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 。わかりやすいっていうか。うん、ああ、トカチの好きなお店、ドデカラーメン。なるほど。これ、クリアさんが連れてくれたのかな。そうかな。僕、選手も好きでした。一人、ズボン違う人？短パンかな、あれ。誰だろう。違います太もすごい太。身長は割と低めで、で、あ、木沢かな。ああ、そうかもしれない。で、シューズは、蛍光色のオレンジと黄色の、一時期代表選手もよく履いてたシューズじゃないかなと思うんだけど。下に紫のなんか長いな。どうだったかな。どの辺にいました？中盤。中盤です。ああ、木沢です。木沢です。彼新加入で。あ、そうです。去年殺害に行って、卒業して、うちに来ていただいた。昨日練習見に来て、ちょっとこの、顔のね、アップをこう、各選手撮らせてもらったんですけど。うん、やんちゃそうな人だなぁ。ああ、木沢です。間違いないです。そうそう。食ってかかってきますから。そうそうそう。途中。そうそう。何歳上でも関係ない。大事ですよね。大事です。いや、いいっすね。
J の選手で言うなら、大久保選手みたいな感じですか。いやー、ほんとそんな感じですね。ですよね。はい、木澤選手。この写真結構マイルドな感じしますけど、実際お会いしたらもっと尖った感じしてます。間違いないですね。間違いない。趣味カラオケですって。そうなの？うまいんじゃないですか。うまいんか。なんかね、いやこう初心者からするとパスかなっていうところも自分で言っちゃうかもしれないよ。それぐらいな選手かなと思います。木澤選手は今シーズンからですか？はい、新加入です。新加入。はい。はい、僕なんかこう広いグラウンドですけど遠くから見てもパッとこう目立つ感じがしましたけどね。選手としてはそういうのも大事ですよね。いや大事ですね。特徴とか、はい、ありますし、声でかいも大事。声でかいも大事。いや大事です大事です。感じしますしね。練習から声出してるっていうの分かりやすいところですよ。はい、周りからしたら、はい、こんな感じでたくさん選手いますんで、皆さんの助けが必要です。はい、皆さんの助けが必要なんです。結構僕が喋る時間帯も長かったですけど、いや本当に見てる皆さんにメッセージお願いできますか？いやもう本当に5月19日、はい、こちら、はい、朝10時から幕別陸上競技場で開幕しますので、ぜひ生のさっき高木さんもおっしゃられた声だとか、本当に体と体がぶつかる音とかそういうのを含めて感動という体験を得てもらえたらなと思います。ぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渋谷さんから行きますか？はい、いや本当にサッカーっていうものですけど、もうトカチがこう一つになるその遊びの一つとしてサッカーを使ってもらって、こうトカチにこういう楽しい遊びがあるんだぐらいの感じで楽しんでもらえたらと思いますので、一度本当スタジアムに足を運んでいただいて、どんなものか、こいつらこんなしょうもねえなって思っていただいても構わないので、どう感じるのかっていうのを僕たちに伝えてもらえたらなと思います。来てください。よろしくお願いします。お願いします。今シーズン CFL、はい、上がりましょうね。必ず上がります。はい、上がります。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。